また俺らファンに家特定されたっちゃん。そういえば。また俺たちファンに家特定されて、また家の前までファン来たっちゃん。なんか今回女の子やったっちゃんだよ。女の子二人普通にパッて来て、タコ来た時って男で引き取りで来たけん。別にいいけど、なんか女で二人で来んの嫌だなと思って、ちゃんと怒った。なんかそれは違うよって言って、タコがオッケーやったけんって、その別にお前がオッケーなわけではないよって言って、そういうラインを超えるやつはいつか必ずもっと大きいラインを超えるぞって言って返した。だから帰りなさいって。今ここでこういう風にラインを超えてしまうようなお前は、いつか必ずもっとでかい場所で必ず超えるってやけに気をつけろって言って返した。逆だったら嫌だろ。めっちゃ説教おじみたいな。お前ダメだろ。バリ自分のこと全部棚に上げて、おいお前そんなことしちゃダメだろ。そんなことしてるやつはいつかライン超える。ライン超えまくっとうやつから向こうも嫌やったろ。風俗説教おじみたいな、チンチン勃起させながら、だったくこんなところで働いて親御さんはなんて言ってるんだ。キモおじ思い出しちゃった。俺こういうおじになるんだろうな、将来風俗呼んで親御さんはなんて言ってるんだ、チンコ勃起させながら。それはいいから抜いてくれ。